アラン・クリストファー・ダイクストラは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手。右ト左ヒだ。現在は、フリーエージェント。2005年の MLB ドラフトで、ボストン・レッドソックスから34巡目指名されるも、入団せずにウェイクフォレスト大学に進学した。2008年の MLB ドラフトで、サンディエゴ・パドレスからドラフト1巡目で指名され、プロ入り。 この年は、参加の A 級レイクエルシノアストームで7試合に出場した。2009年は A 級フォートウェイインティンキャップスで125試合に出場した。2010年は A 級レイクエルシノアで113試合に出場した。2011年3月29日にエディクウーンツとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。この年は、参加の AA 級 ビンガムトンメッツで121試合に出場した。2012年は AAQ セントルーシーメッツで9試合に出場した後、AAQ ビンガムトンに昇格し、62試合に出場した。2013年も AAQ ビンガムトンでプレーし、122試合に出場した。2014年は AAQ ラスベガスフィフティワンズで117試合に出場した。 2014年11月19日にタンパベイレーズとマイナー契約を結んだ。2015年開幕直後の4月8日にジェームズ・ローニーの故障によりメジャー初昇格を果たし、同日のボルチモア・オリオールズ戦でメジャーデビューを果たした。さらに13日のトロント・ブルージェイズ戦で初安打、17日のニューヨーク・ヤンキース戦では初本塁打を放ったが打率。 129と低迷。4月25日にリーフとなり40人枠を外れ、6月26日に自由契約となった。7月14日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズと契約するが、8月6日に解雇となる。ありがとうございます。